マンダレー風に調理されたラペッソーヤンゴン風に調理されたラペッソーラペッソーはミャンマーの茶の一つ。あと発酵茶の一種で漬物のような形態をしており、引用ではなく服飾などに用いられる。ビルマ語でラペ、茶、そうは湿ったであり、湿ったお茶という意味を持つ。ラペッソーはミャンマー全土で食べられており、 同国北東部で国境を接する中国雲南省の三茶やタイのミアンとよく似ている。また、パラウン族やシャン族はラペッソーをミアンと呼んでいる。三茶やミアンとの大きな違いとして柔らかい若葉を用いることが挙げられる。特に良質なラペッソーでは新鮮で柔らかい一心二葉、または三葉の若葉が使用されており、 柔らかい歯に起因するベト付きを防ぐために発酵中に水分を排出する工夫がされている。味は旨味があるのが特徴で食べた日本人の90%が好きになったとされる。食後は口中に清涼感がありカフェイン含量が多いため眠気覚ましの効果があるという。また緑茶やウーロン茶などとも相性が良い。栄養的には茶葉の食物セニー。 発酵中に生成されたビタミンやアミノ酸の摂取が期待される。自家消費向けと商業用で製法はやや異なる。いずれも基本的には札青と10年の後に容器等に詰め嫌気的に発酵させる。販売できない等級の低い茶葉は自家用に回るためそのような硬い西洋はカビの酵素による分解を利用して柔らかくすることがある。 シャンシューでは、サンチ茶とよく似た方法でラペス草が作られている。具体的には、以下の通りである。若い茶葉を蒸して、札輪をする。茹でたり釜入りする場合もある。冷却して、竹筒に詰める。竹口に折ったバナナの葉を詰め、さらに円盤型の硬質プラスチックを乗せて、竹串で押さえる。円盤の上から注水し、水が蒸発したら再び注ぐ。 武器には天水を流して、常に水を溜める。数週間から数ヶ月放置して発酵させ、取り出す。また、カビ付けのラペッソーの一部のパラウン族は作っている。カビ付けと、嫌気的な発酵が、同時に行われている点が特徴である。硬くなった、西洋を十分に孵化す。冷却してビニール袋に入れ、口を固く結ぶ。 袋の上に板を乗せ、おもしを置く。数ヶ月発酵させた後に取り出す。赤葛色になった部分を捨て、紅白色の金体付けの部位を推薦して食べる。緑茶であるラペッチャウの方が高額なため、一番茶はラペッチャウに使用し二番茶、三番茶をラペッソウに用いることが商業的には多い。また黄金色のものが高級とされるため、ウコンや、 合成を食色,色素で着色されることもある。茶葉を蒸して作る場合は、以下の通り。茶葉を蒸して充電する。直径、高さそれぞれ、約1メートルの竹かごの内側にビニールシートを貼り、1の茶葉を詰める。地面に穴を掘って、漆喰やコンクリートで固めて、竹のアンペラを貼って、茶葉を入れたり、高さ数メートルのコンクリート製の壺を使う場合も、ある。 ビニールシートの端を茶葉の上に折りたたみ、重しを乗せる。数ヶ月から一年間発酵させ、取り出す。ふるいにかけて大きい茶葉は裁断する。二重のビニール袋に6 0ラムずつ小分けにし、密閉する。かつては蓄皮に包んで竹かごに詰めていた。場合によっては湖水に浮かべたりして、ビニール袋内で、さらに発酵させる。なお、湖水には、 温度変化が小さく、空気に触れないメリットがある。一年ほど発酵させたら、販売する。またザヤンを利用した製法もあり、以下の通りである。沸騰した湯に若葉を入れ、一分ほど茹でる。ザルで冷却し、充電する。きつめに絞り、汁を捨てる。再び充電して、きつく絞る。ビニール袋に詰め、口は縛らずに折りたたんで竹籠に入れる。 竹かごをひっくり返し、重しを乗せて放置して、水分を出す。発酵が進んだらビニール袋に小分けにし、密閉して販売する。土産用の場合、竹筒に移してバナナの葉とキータを詰め、竹製のくさびで密閉する。かつては、発酵が完了したものが、生産者から出荷されていたが、現在は、 半熟発酵の状態で豚屋に送られるケースもある。この場合、豚屋が自分の倉庫で残りの発酵を行う。中華には牛や馬の荷台も使われ、トラックでマンダレーやヤンゴンの市場に送られ、市場や小売店、路上などで販売される。市場では数百グラム、路上では数十グラム程度の分量に分けられ、合わせ具材と共に売られることも多い。 フライビーンズなどを添えたラペッソウ苦味や渋みを抜く場合は、まずラペッソーを湯がいたり水にさらしたりする。また、古典的な方法ではバナナの葉に包んで冷蔵に放置してから手で握って苦味を除く。その後、塩をつけてココナッツ油やごま油で和える。このままでも食べられるが、近年では魚醤や旨味調味料で味を整え、干しエビや 揚げニンニク、フライドビーンズ、生姜などと混ぜて食べることが多い。具を和えた場合は、ラペットーとも呼ばれる。また、すだちなどの柑橘果汁を加えて、魚醤の塩辛さを抑えた、ラペッチン、唐辛子を加えたラペッサなどのバリエーションもある。食べ方には、マンダレー風とヤンゴン風の大きく2種類がある。マンダレー風は、皿の中央に、塩味のラペッソーを盛り、 周囲に合わせ具材4から5種類を乗せる。ラペッソーを口に入れてから、すぐに、好きな具材を親指と人差し指で挟み取り、口の中で混ぜる。ヤンゴン風は、ラペッソーと具材を皿の上で全て混ぜて食べる。具材には刻んだトマトやキャベツ、レタス、スターフルーツや唐辛子が使われる。都市部には、ラペッソーの専門店があり、また喫茶店でも食べられる。 街では昼に友人の家に集まり、毎日のようにラペッソーパーティーを開いて世間話をする。田舎では来客時に出すため常時保管していることが多い。慶長時にもラペッソーは用いられ、誕生祝いや結婚式、上等式、葬式など様々な場面で供物とされる。この他、解明した時はラペッソーを配って挨拶回りをし、 結婚式の招待状に、ラペッソーを添え、民事裁判で和解が成立すると相手と共に、ラペッソーを食べるなどの風習がある。ビルマ語において直訳すれば、茶を食べるとなる動詞は裁判の当事者双方が、和解した後に茶葉を食べるということを意味する。ありがとうございます。